ナンバー・愛の皆さん、1000万回再生おめでとうございます。歌だけでなく、ビジュアルやダンス、そして人間性まで、すべてがナンバーワンです。こんにちは、皆さん。本日は、ナンバー・愛の素晴らしい成果を祝うべく、興奮と喜びに満ちた日となりました。コートのダンスパフォーマンス MV が1000万回再生を達成しました。本当におめでとうございます。この MV は、 驚異的なダンスと魅力的なラップが融合されています。それだけでなく、連口閣での壮大な舞台設定も、日本の美しさを際立たせています。日本の文化と現代のポップカルチャーが見事に融合したこの作品は、見るものを魅了し、心に深い印象を残します。ダンスの力は言葉以上に表現されます。私は、この MV でナンバー、愛が示すダンスの美しさに圧倒されました。彼らのパフォーマンスは、 ただ見ているだけでなく感じることができるものでした。そのダイナミックな動きとエネルギーにただただうっとりしてしまいます。しかし、この MV は単なるダンスパフォーマンスに止まりません。和風の要素が取り入れられたシーンもあり、その美しさには言葉を失います。日本の伝統と現代の融合が視覚的な美しさとして表現されています。このような新しいアプローチは視聴者に新たな魅力を提供し、 日本文化に対する理解を深めます。さらに、この MV が民放でも放送されることが決まったことは、ファンにとっても喜ばしいニュースです。これにより、さらに多くの人々がナンバー、愛の魅力に触れる機会が広がります。彼らの才能と魅力は、国内だけでなく、世界中に届けられるべきです。私はこの MV を見たとき、ただ単に感動するだけでなく、将来を夢見ることができました。 彼らのダンスパフォーマンスの背後には、長年の練習と情熱があります。その努力と才能が結実し、1000万回の再生数を記録するまでに至ったのですから、彼らの未来はさらに輝かしいものになるでしょう。この MV は、ダンストラップの融合が見事で、何度見てもかっこいいですね。特に、臨効核での贅沢なシーンは、日本の文化を象徴する素晴らしい場所であり、そのうましさと華やかさが MV に加わりました。 日本を象徴する場所での撮影は見る者にとっても心躍るものでしょう。また和風の要素が取り入れられた部分も印象的でした。まさかの和テイストに驚きと興奮が走りましたね。これまでの MV とは異なるアプローチで新たな魅力を引き出しています。しかも民放でも放送されるという嬉しいニュースも興奮をかき立てます。これまで以上に多くの人々に素晴らしいダンスパフォーマンスを届けられることを楽しみにしています。 そして、この成功は必ずしも歌やビジュアルだけでなく、ダンスや3人の人間性にも起因するものです。ナンバー、愛のメンバーたちは、それぞれの個性を活かして、見るものに強烈な印象を与えています。これからも、さらなる成功を目指して MV を積み重ねていくでしょう。多くの人々に響く作品となることを期待しています。ゴーとメンバーの活躍には、いつも感動させられます。 最後に、この MV がもたらす素晴らしい景色とエンターテイメントに心から感謝しています。これからも、ゴートの3人を応援し続けます。ナンバー、愛にはこれからも応援し続けます。彼らの未来の活躍に期待しています。あなたは彼らのパフォーマンスをどのように感じましたかこの MV があなたに与えた印象は何でしょうかぜひ、あなたの感想をシェアしてください。 ゴートダンスパフォーマンス MV1000 万回再生おめでとうございます。